唐津市の皆さん、こんにちは。 NPO 法人唐津スイッチ空き家コーディネーターの斉藤舞子です。同じく関彩乃です。この度皆様に唐津市の空き家の課題についてお伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。私たち唐津スイッチは唐津市への移住支援に携わってまいりました。その中で移住希望者と住居のミスマッチという課題が浮かび上がり、現在その課題に取り組んでいます。まずは唐津市の空き家の現状について見ていきましょう。令和2年度に唐津市で実施された唐津市空き家等実態把握調査によると、外観目視による調査時点において空き家等と推定される建物として唐津市全体で3107件が確認されましたが、移住希望者が一番関心を持って見ている空き家バンクに掲載されている物件は20件前後となっています。空き家はたくさんあるものの、市場への流通が少ないため、移住者の需要に家の選択肢という供給が追いついていないのが現状です。空き家を所有しているが、空き家をどう使ったらいいのかわからないとお困りの皆様、その空き家が移住希望者の新生活の手助けになるかもしれません。需要はあるのに、なぜ多くの空き家が放置されているのでしょうか。それには様々な原因があるかと思いますが、最も多い理由は、どうしたらいいかわからない、何から手をつければいいかわからない、といったわからない、知らないから始まる不安が原因となって、前に進めずにいる場合がほとんどです。そこで私たちは、空き家所有者、空き家の所有者になるかもしれない方などのどうしたらいいかわからないをサポートします。空き家バンクの制度や登録方法、宅建協会や司法書士会など関係各所へのご紹介、また空き家の管理や活用方法などお役立ち情報をお伝えします。誰に相談していいかわからない、まずはじめに誰を頼っていいかわからないなど不安はあると思います。自分自身だけでは解決できないことは、私たちと一緒に考えてみませんか。私たちはそんなお悩みをお聞きし、一緒に空き家の未来を考えています。空き家を所有しているが、空き家をどう使ったらいいのかわからない皆様、お困りの空き家が移住希望者の新生活の手助けになるかもしれません。そのために私たちは空き家でお悩みの方の相談窓口を開設いたしました。お悩み例1、空き家を手放したいけどどこに相談したらいいかわからない。お悩み例2、家財がたくさん残っていてどこから手をつけていいかわからない。お悩み例3、相続がどうなっているのかわからず手をつけられないなどでお悩みの方、ぜひご連絡ください。相談窓口は平日朝9時から午後5時までです。ご相談は事前予約制とさせていただいております。ご予約・お問い合わせの際は、お電話にてお気軽にご連絡ください。続いては、空き家のリスクについてご紹介します。一つ目は、相続のリスクです。きちんと相続がされていて、
持ち主が明確であれば、持ち主の判断で処分、売却などが可能です。しかし、たくさんの人で相続している場合は、相続人全員の同意がないと処分や売却ができません。こうした相続の問題で放置せざるを得ない空き家が増えているのです。このような事態を防ぐために、元気なうち、住んでいる間に空き家になった時のことを考えておきましょう。親族間の話し合いで、遺言等による今後の方針を決めておくこともトラブル防止につながります。もし名義人が亡くなった場合、亡くなった方の名義のままでは相続した空き家を売却や解体をすることができません。たとえ大変だとしても、大切なのは登記手続きを行い、きちんと相続することです。もし名義人が亡くなったら、ステップ1、必要書類を揃えましょう。必要書類1、名寄帳は個人名義の不動産を確認できる一覧表です。各市町で取得できます。必要書類2、戸籍は本籍地の市町で取得できます。必要書類3、登記事項証明書は土地や建物の登記に関することを証明する書類です。法務局で取得できます。ステップ2、相続人全員で話し合いましょう。家族の間で遺産をどのように分けるか決め事を記した書類を作成するとスムーズに進みます。ステップ3、法務局へ所有権移転の登記申請を行いましょう。問題がなければ相続人への名義変更が完了となります。また、空き家に関しては新たな法改正の動きもあります。相続登記の義務化です。所有者が亡くなったのに相続登記がされない所有者不明の土地が増え、それを防ぐための法律ができました。相続登記の義務化は令和6年4月1日からスタートします。土地所有者が亡くなった際に、亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。2つ目のリスクは家財整理です。家財の整理や処分も空き家を持つ方のお悩みの一つになるのではないでしょうか。思い出の詰まった家財や仏壇や神棚などは簡単に捨てることができず、処分に悩まれることも多いでしょう。しかし、それらを放置したままでは売却や解体の妨げになる可能性があります。早い段階で家財を処分しておくと、空き家を売却、賃貸、解体などをする際にスムーズに進みます。しかし、家財の処理やリフォームは絶対にしなければならないものではありません。空き家バンクに登録されている物件でも、家財が残っているものもあります。借主さんによっては、家財を使いたい、建物を DIY したいと考える方もいらっしゃいます。
最後は建物の劣化や周囲への影響です。空き家は人が住まなくなるとどんどん劣化します。いつかと思ううちに築年数が経過するだけでなく、瓦や外壁などが崩れたり、火災や不法投棄などが発生する恐れがあります。市ではこうした管理が行き届いていない空き家や空き地から生活環境を保全する条例を施行しています。空き家や空き地はあくまで個人の財産ですので、周辺の生活環境に配慮し適正に維持管理する責任があります。万が一瓦が飛んだり壁や柱が倒れたりして人が怪我をしたり近隣の家に被害が出た場合には、所有者が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。とはいえ、家族のために空き家を持ち続けたいという方もいらっしゃいますよね。空き家を持ち続けるためには適切な管理が必要になります。では空き家の管理はどうすればいいのでしょう。まず空き家になることをご近所の方へ伝えておきましょう。また空き家は不法侵入や放火のリスクが高まるためしっかり施錠しましょう。センサー付きのライトを設置するなどで防犯対策にもつながります。そして定期的な点検が必要です。月に一度程度を目安に点検・手入れを行い、台風や大雨などの事前の準備、その後の確認をしましょう。最後に唐津市が行っている空き家対策についてご紹介します。唐津市では空き家バンク制度というものがあります。所有者などから登録のあった物件を移住したい人に紹介する制度です。空き家所有者が空き家バンクに登録すると、全国の移住希望者が空き家バンクを通じて空き家を探すことができます。市外から入居が決定した場合、空き家所有者・移住者のどちらかに改修費を補助する空き家改修事業補助金制度があります。改修や不要家財の処分にかかった経費の2分の1、最大55万円の補助が受けられます。空き家バンクの登録費用は無料です。また契約等に関しては、唐津市と空き家バンクに関する協定を佐賀県宅地建物取引業協会唐津支部が結んでおり、宅建協会唐津支部に所属する会員業者が協定に基づき仲介を行います。専門の業者が取引に入りますので、トラブルの発生を防ぎ安心な制度利用ができます。詳しくは私たち唐津スイッチ、電話 090-2507-0303、 または空き家対策室、電話 53-8036 にご連絡ください。皆さんのお困りの空き家が移住希望者の新生活の手助けになるかもしれません。空き家を持っている人は、家を持ち続ける、賃貸売却をする、取り壊すなどの様々な選択肢があると思いますが、いざという時焦らないためにも、今のうちから情報収集や話し合いをしておきましょう。何か困ったことがあれば、お気軽に私たちにご相談ください。お問い合わせ・相談予約は、特定非営利活動法人唐津スイッチ、電話 090-2507-0303 までご連絡ください。
お待ちしております。